いや、俺がスタートは言うけど。おい、スタート。お前は別にスタート言わなくていい。スタート。スタートね。はい、スタートスしターた。ト。はい、もうしてます。してます何を？よ。何をですか？配信スタートしてますよ。スタート。スタートしてんのよ。スタート。言わなくていいってもう。なんで言っちゃうんだよ。何を？配信のスタートって。スタート。スタートに反応してんの、これね。なんで？なんかめっちゃ久しぶりな気がすんな。別に俺、暇だったけど。そうなの？うん。まあ、俺寝ちゃったりとか全然なったからね。お前の産後うつか。いや、俺産んでねえよ、一回。産後つきえ、そうなのう、かよ。産んでねえのか。産んでねえよ。お前、面白の産後うつはなかったのか。面白の産後うつあったら大変だな、お前。あ、やべ。ゲーム配信にしてない。ちょ、変えよう、これ。はいはい。これで変わったかな？これでいいかな？ここからは、同じようなミスをしなければいい話だ。やぶち入れすぎ。全然いい。そんな切れる？舌打ち聞こえました。すいません。店長さんいます？います。彼、舌打ちしたんですけど。顔型のマイクにキスしただけですけど。キモこいつ。ASMR マイク使ってる？ 100万ぐらいするやつ、しかも。俺さ、この前のさ、枕くんのさ、ツイートで涙出るほど笑っちゃったんだけどさ。あれ何？画像ですか？はい。あれは文言お前が出した後に、今日何これ、びっくりマークつければいい？って聞いたら、お前のカメラロールの一番上って言われたから、あれになっちゃった。いや、まあ、ということでさ、最近、まあ、多分1週間前ぐらいかな、から、YouTube のサブチャンネルで、お前の闇垢宣伝することにしたから。意味わかんねえよ。闇垢って宣伝するもんじゃねえんだよ。常設で宣伝することになった。常設で？枕君って二階堂さんだったんだ。マジか。まあ完全に俺だよとは言い難いけど。何？考察の余地残してるってこ と？いや、そういうことじゃねえよ。面白くなってきたじゃ面ねえ白くかなってねえよ。切り抜きだけが生きがいで嬉しい。よ。あれ、もっとな。もっとすごいことになってほしいな。もっとね。俺たちのコンテンツがこのままバズることってかなり難しいんだ。エイペックスっていうデカめのハンデ持ってるから。これハンデなの？こでっれ。かいハンデ。でっかいハンデなの？これ。でっかいの、これ。あ、でっかいんだ。花輪の息子ぐらいでかいの。でっか。だ結から、婚発表した？なんてお前、最新なんだ。花輪直樹の息子？元気？の、次男の方が今、頑張ってて、柔道を。いや、もう花輪の話で、いい。あ、違う違う違う。ごめん、ごめん、ごめん。いらない、いらない。なんでこんな激戦区なの？蜂蜜昨日塗ったからかもしれん。虫なの、こいつら。パンストに入れて、ツイキャスの入り口に置いといたんだけどんなだよ、お前の。お前の虫取る哲学。どこ行った、俺の。あ、よし。泣いてるじゃん、こい泣いつ。てねえよ、俺。俺、アイテム取られて泣かねえよ、別に。ののかちゃんじゃん、こいつ。いや、ののかちゃん、そんなんじゃねえと。ののかちゃん、今どうなってんだろののかちゃんな、遺伝子いじくり回されて、う。うん、怖早く大人になる薬というか、そういうになっていたら、もう多分、大人だと思います。いや、何の話今の。お前が勝手に遺伝子組み換えただけじゃねえか。でも豚ってそうらしいからね。そうなの？体もでかくなるように、そして体脂肪もいい感じにとか、もうほんと人のための生物なんだ、あれは。そうなんだ。だから豚がもし落ち込んでるような時があったらさ、話聞いてやるよ。どんな時なんだよ、それ。どうしたんだよ、豚。いや、どっち？寄り添ってる、それ。おい、何浮かない顔してんだよ、このブタ。豚の言い方、お前。言い方。かわいそうに。俺？お前またなんかあった？いや、顔に書いてあるよ。なんかあったべ。
話聞くよ。どうしたんだ豚野郎。豚野郎けなしてるよ、完全に。